電磁式カタパルトの動力源として大容量電池を川崎重工が提案しているという情報が入ってきました。今回は日本の空母事情と電磁式カタパルト用大容量電池について見ていきたいと思います。川崎重工業はコンパクトで高性能な大容量ニッケル水素電池ギガセルを開発しています。このギガセルを応用すれば航空母艦での艦載揮発艦時に使用される電磁式カタパルトに使用できるという提案を DSEI Japan 2023でパネル展示したそうです。今回の DSEI Japan 2023は2023年3月15日から17日まで千葉県の幕張メッセで開催されました。コロナ禍で開催できなかった期間があったので、今回は2019年に続いて2回目となります。防衛・セキュリティ産業に関係している多くの企業が前回以上の数で参加し、世界中の企業担当者が日本及びアジア各国の防衛・セキュリティ関係者と強固なパートナーシップを築き、様々な知識を共有し、防衛装備品分野でのイノベーションを巻き起こす場として期待されているそうです。川崎重工業のグループ企業である川崎モータースが開発し、製造・販売している大容量ニッケル水素二次電池ギガセル。航空母艦の飛行甲板から、艦載機の発艦時に使用する射出用カタパルトとして、電磁式カタパルトを使用する際の電源として使用できるという説明がパネルに添付されていました。ニッケル水素電池は、現在広く普及している蓄電池です。例えば、乾電池型充電池、ハイブリッドカーの電源、デジカメや携帯音楽プレイヤー、ノートパソコン電池としても使用されているものもあるそうです。川崎重工が展示した大容量ニッケル水素二次電池ギガセルは、今までにない高速での密流放電可能な蓄電池として、瞬発力に富み次世代を担う蓄電池と言えましょう。現時点では、国内の路面電車や、自然エネルギー、太陽アキラ、風力発電などの出力安定に役立つ地上蓄電設備として利用されています。環境へ十分な配慮をしたエネルギーの有効利用、二酸化炭素削減などに貢献してくれるところ、いい地球に優しい電池として期待を集めているのです。その特徴ですが、第一に、バイポーラ 3D 構造によって、電池のセル容量やセル数を増やせるので、容易に大容量化できることが挙げられます。このバイポーラという仕組みは、隔壁で直列に接続される複数の単セル構造によって、セルの表及び裏面が、それぞれ、正極と負極になる構造のことです。セルを薄くできるほか、断面積が大きい隔壁でセルを接続させて、エネルギーロスを最小限に抑えられるだけでなく、モジュール内に直列するセル数を増やせるというものです。メリットはまだあります。ギガセルは内部抵抗が小さいので、高速密流放電が可能、長時間使用が可能で耐久性が高い、環境や人体に影響を及ぼす可能性の高い有害物質、鉛、水銀、カドミウムなどが使われていない、常温で作動するので、設置場所に制約がない、電池内の電解液が水溶液系なので、発火の心配がないなどです。路面電車の直流電各間の地上蓄電設備は、ギガセルのモジュールを40個直列に接続して、架線の電圧 1500V を満たす電力が得られ、電圧低下時のサポートや停電など、有事の際、緊急停車した電車を、最寄り駅まで移動させる電力として使用されています。その他にも、列車がブレーキをかけた際に発電する回生電力を集めて蓄電するため、変電所などにも設置されているそうです。空母の電磁カタパルト電源として使用するためには、電圧約 36V、容量 5.4kW のギガセル 30kg7 型のモジュールを300個使うことで、32MW の高出力を出せるとして、これらのモジュールを、艦内の格納庫スペースを確保し、キャビネットに並べて設置するという川崎重工業の提案です。この設置によって、電磁カタパルト用の発電用ボイラーを設置するより、はるかに広い小スペースが実現できますし、ニッケル水素蓄電池は、リチウムイオン蓄電池と違って、発火の危険がほとんどありません。
万一空母が被弾したり、艦内に火災が発生してもダメージコントロールがしやすくなると述べています。これまでの主流は蒸気カタパルトでしたが、電磁カタパルトはエネルギー効率がいい新たなカタパルトとして認識されたようです。アメリカをはじめ、イギリス、ロシア、中国、インドなどの空母保有国で開発が進められ、2022年時点でアメリカは実用化に成功して、ニミッツ級原子力空母の後継であるジェラルド・ R ・フォード級原子力空母に搭載したそうです。中国も陸上基地でのテストを経て実用化に成功したと発表しています。現在偽装工事中の003型空母復権に搭載し、2024年1月時点で電磁カタパルトから艦載機の発艦に成功したとしていますが、裏付けとなる動画や画像は公表されていません。蒸気カタパルトは現時点ではまだ主流ですが、アメリカ海軍とフランス海軍で運用されていて、信頼性においては高い評価を得ているようです。アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母の場合は飛行甲板に4機の蒸気カタパルトを設置していますが、 99.5% の確率で最低でも1機は稼働できると言われているので、洋上の空母ではこの上なく信頼できるカタパルトと見られています。しかし、いいことばかりではありません。欠点もあります。蒸気カタパルトの射出の際のエネルギー変換効率は 4-6% とされ、出力のコントロールが困難なので、軽い無人機などの発艦時には出力が強すぎて射出に失敗したという報告もあるのです。その点、電磁カタパルトはアメリカとイギリスが共同開発しているエマルスの場合、設計上は 90% の変換効率が達成できることになっています。そのため、多種多様な艦載機、大型で重量がある戦闘機から小型で軽量の無人機まで必要とされる最適な発艦速度で射出できるといいます。しかし、電磁カタパルトは巨大な電力が必要なので、通常動力空母では無理とされてきました。つまり、膨大な余剰出力から発電力が確保できる原子力空母でなければ搭載不可能と言われてきたのです。中国海軍003型空母復権を建造当初から電磁カタパルトを搭載するという情報が出ていたので、原子炉を搭載し、中国海軍初の原子力空母になるのではと噂されていましたが、結局は通常動力型の空母であることが判明しました。中国が電磁カタパルトと主張はしていますが、証拠動画や画像が公表されていないので、本当は蒸気カタパルトではないか？と、多くの疑いの声があるそうです。電磁式カタパルトのメリットはまだあります。発艦時のシステム起動が早いのです。また、蒸気式では、ボイラーで発生させた高温高圧の水蒸気を使用するので、カタパルトで使用する蒸気を蓄えておくアキュムレーターに、ボイラーから蒸気を送り込むとき、熱膨張でのパイプや機器の破壊を防ぐため、配管やオイルなどを先に数時間予熱して暖気しなければならないのですが、電磁式では、そういった事前作業が不要なのもメリットです。また、蒸気式では、ボイラーからアキュムレーターに供給された蒸気が冷めて水に戻ってしまうのを防ぐため、温度と圧力を保つためにアキュムレーターも保温しておく必要があるので、エネルギーロスが発生していたのです。電磁式の最も大きなメリットは、発艦間隔の短縮が可能なことです。電磁式では、45秒で再充電が完了するので、電力が供給されていれば、理論上、1分で2機が発艦できることになるのです。蒸気式は、2分に1機の間隔で発艦可能ですから、それより、短時間で、ずっと、多くの艦載機を発艦させられるのです。以上のように、膨大な電力が必要で、原子力空母でなければ運用できないと見られてきた電磁カタパルトですが、ギガセルで電力を賄うことができるとなったら、海上自衛隊のイズモ型空母に搭載することで、艦載機 F-35B をフル兵装で発艦できることになります。それもあって、防衛省では、今後のギガセルに関する情報に期待を寄せているそうです。